はい、アサママイコン。インターン生の夏尾です。今日のインターンでは、正しい道についてと、導きについての2つについて学びました。まず、この地上にあるもの、また天にあるもの、すべて、アッラーの指示に従って動いています。例えば、木であったり、滝である自然のものは選択ができません。そして、話すこともありません。なぜそれを崇めるのかということがイスラムでは言われています。で、アッラーはすべてのものの創造主であり、唯一のお方であります。そのお方が君臨し、皆さんが全部のことが回っています。で、アッラーはよってアッラーは全知全能の神であり、唯一の神であります。で、本来、アッラーは慈悲深い方なので、人間皆さんを天国へ導きたいと思っていますが、人間が神を信じない、アッラーの存在を信じなかったり、アッラーが教えている教えに背くことによって、人間全員が天国に行くことができない、地獄へ行く人もいます。で、地獄へ、皆さん行きたくないと思うので、天国へ行くためには人間の生きる目的、自分自身の生きる目的について知る必要があります。その生きるためのシステムが書かれているのがイスラムです。で、イスラムは自分自身のためであり、良いことをすることが大切だよというふうに言われています。それは、神アッラーから与えられたシステムであります。人間は基準がないと生きられない生き物です。また、言い換えれば、決まりがあった方が生きやすい生き物でもあります。で、導きについてなのですが、どうやったらその導きが訪れるかというと、学びを続け、深めることによってその導きが訪れます。また、その導きが起きるチャンスが広がります。で、いい行いも悪い行いも自分に返ります。なので、よりいいことをする方が自分の人生にも得ですし、周りのためにもなると考えられます。で、ものっていうのは、存在しているもの、すでに存在しているものを修理するのはたやすいですが、ゼロから作るのは非常に難しいです。研究するのも、ゼロから1を作る、非常に難しく不可能と言えるかもしれません。しかし、すでに1があるものをもう一度作ることは簡単です。なので、人間は殻の中にいてずっと固い考え方を持っているよりは、少しでも広い視野を持って固定概念を少しずつなくしていくこと、柔らかい頭にしていく方が人間は生きやすいと思います。今日はそのようなことを学びました。今日はありがとうございました。もし動画が勉強になりましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また見て。